はい、こんにちは。まーちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダーゴーストゴーストチェンジシリーズ GC08 ゴエモンゴースト&龍馬ゴーストセットと GC09 仮面ライダーネクロムと GC10 クリムゴースト&三蔵ゴーストセットです。では早速開けていきましょう。はい、じゃっとこのライトゴーストグリーム、はい、ということでこちらが GC08 のゴエモンゴーストと龍馬ゴーストです。そうですね、はいはい、両方とも丈がすごい長いね、うん、今までのゴーストチェンジシリーズはこんな感じじゃなかったですね、うん、後ろからこんな風になってますね、はい、ゴエモンはなんかほら間ね、お祭りみたいになってる ね、はい、ね。そしてこちらが GC09 の仮面ライダーネクロムですね、はい、これ良さそうだね、うん、で、ここは顔怖いですね、うん、顔、目ですからね。こんな感じだね。目玉すっげえ目玉これ、うん、怖いわ。怖っ。そしてこちらが GC10 の三蔵ゴーストとグリムゴーストですね、はい、はい、特徴的なのは三蔵だね、やっぱり裏っ側、うんうん、でっかい輪っかついてますね。外れるんだ。外れるかやっぱ、はい、そうかそうか。ということで今回はですね、こちらを使って久しぶりのゴーストチェンジ対決をやっていきたいと思いますね。はい、はい、ゴーストドライバーとメガウローダー、はい、ちゃんと準備してあります。そしてそれぞれのアイコンもありますので、はい、戦っていきましょう。じゃあどういう風に戦おうか。じゃあパパはゴースト系でやりましょう、はい、闘魂ブーストゴースト魂にゴエモンと龍馬をセットしてますね、はい、2つね。レイシン君は仮面ライダーネクロムに三蔵とグリム、はい、これでやっていきましょうか、はい、そうするとこのネクロムが余っちゃうね。うん、ネクロムはじゃあそれぞれ対決しようか。そうだね、はい、はい、ということでやっていきましょう。はい、パパが勝つぞ。ネクロムが勝つぞ。最初はじゃんけんぽい。パパ勝った。じゃあエイシン君に先にやってもらおうかな。はい。じゃあやるよ。はい。終わっちゃうよ。できた？うん。あ。いや、いいでしょう。うん。できましたか。おお。やるね。おお。じゃあ次パパやるよ。はい。はい。いつなるかね。これゴースト用意してんだよ。あ、そっか。あっ、へい、おい、あー、ダメだ。やったー。ダメか。フード。ちゃんとついてなかった。あとフード下ろしてない。あ、フードね。そっか、ここね。ネクロムエちゃんの勝ちだ。しょうがねえだろ。はい、ということでこちらが GC09 の仮面ライダーネクロムですね、はい、かっこいいじゃん。うん、いいね。うん、この顔がさ、テレビで見た時はどうかなと思ってたんだけど、実際こうやってフィギュア化してみるとかっこいいね。そうだよね。うん、白と黒ってのがいいな。うん、結構かっこいいね。そうだね。それで緑のワンポイントがあってね、うん、いいじゃないですか、うん、はい、じゃあこれからレーシン君は三蔵とグリムはこちらのネクロムで変身させてくださいね、はい、じゃあグリムからいきますよ。はい、はい、いくよ。セット。あはできました。ようやくできましたね。グリム。はい、でこちらが GC10 のネクロム。グリムゴースト魂ですね。そうだね、はい、はい。グリムも三蔵も武器ないんだね。そうだよね。あとゴエモンも龍馬もないね。ない。今回はだから本当は成功しなきゃいけないんだよみんな、うん、なのに失敗しちゃった、うん、これなんかついてんだよこれ、うん、なんだろうか。でも一応持つことができるみたい、うん、ゴエモン。ゴエモンですか、はい、はい、お願いします。ドライバー。
お、来た。ゴエモン。うわ、できた。おお。できました。ギリギリだった。あ、じゃあダメだ。また顔が浮いてる。ダメでした。ダメだ。顔が浮いちゃうな。はい、こちらが GC08 のゴエモンゴースト魂ですね。はい。はい。ゴエモンはテレビ本編でもね、かなりかっこいいからね。うん。うん、これもかっこいいんじゃないかな。うん。赤に黄色っていうのがやっぱいいね。うん。で、この羽織みたいのはここちゃんとね、止められるようになってますね。うん。はい。こんな感じで結構自由にポージングできるんだけど、うん、顔がすぐ外れちゃうね。うん。ここがちょっとなんかな。いくよ。はい。こちらが GC10 のネクロム三蔵ゴースト魂ですね。そうですね、はい、ちゃんとこの輪っかを持ってますね。はい、うん、こんな感じ、はい、ここが猿。ああ、そっかそっか、うん、猿、豚、豚、あ、後ろ、後ろがカッパ。なるほど、うん、このデザインいいね。うん、うん、これいいよ、うん、しかもかっこいいし、うん、ここが金なのがいいじゃん。そうだね、うん、すごくいい。ということでエイシン君はネクロム系2つ終わりましたけども、はい、両方とも失敗でしたね。はい、リョーマも最後やっちゃいましょう。はい、はい、お願いします。はい、かっこいいな。あ、始まってた。やばい。今日負けずよ。あ、ごめん、ちゃこ、超簡単だった。できたわ。簡単じゃありません。あ、これがやって終わってなかったか。イエーイ。微妙に終わってなかった、ね。微妙ですね。はい、ということでこちらが龍馬ゴースト魂ですね。はい。かっこいい。うん。うん。でも信長っぽいね。確かに。うん。どことなくね。でも龍馬さんはこんな格好はしてませんので。知ってますよ。そうそう、そこだけ間違いない。会社みたいね。ここがね、なんかね、船みたいなんだね。うん。あ、これデザインいいな。うん。はい、ということで今回は仮面ライダーゴーストゴーストチェンジシリーズ GC08 ゴエモンゴースト龍馬ゴーストセットと GC09 仮面ライダーネクロムと GC10 グリムゴースト三蔵ゴーストセットでした。長い、長すぎる。さすがに3つやると長いですね。はい、はい、ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、このですね3つの、ゴーストチェンジシリーズ買って、なかなか開けないでね、ここに置いておりました、はい、この間にねちょっと ね, なんかね旅行行ったりしてたりしたからね、はい、ハワイね、そうそう、なんかタイミングを完全に逃しちゃいましたね、うん、はい、だから今回はまとめて3つやってみましたね。はい、はい、ということで、うん、マイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでそちらのフォローもお願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ、バイバーイ。